元村健太。一点の空に光。ヨハネス一点の修行時代。貧しいアルプスの牧道ヨハネスが近代デザインを築いた造形芸術学校、バウハウスの教師になるまでの物語。シュトゥットガルトで画家になる続き。痩せ細り、青ざめて、無口でコミュニケーションの取れない青年が、疎遠になっていたおじとおばの家にやってきました。ヨハネスには、 なんだか、子供の頃の記憶も思い起こされます。これまで辿ってきた経緯も振り返ってみることになりました。ようやく、芸術家の道を歩み始めようとした、その矢先での急激な変化に困惑しています。なぜ、急に、こんなことになってしまったのか。人生の皮肉にも驚きを隠せませんでした。ヨハネスは、何かしなければという焦りもあったのか。 数日後の8月1日には、トゥーンの地区長に、ボランティアの出願をしていました。そして、民間人のボランティアとして、トゥーンの共有地で、動員する馬を登録する仕事を、少しだけやることになりました。その後、ヨハネスは、教員の資格を持っていたため、ブリエンツという小さな村の中等学校で、補助教員を引き受けることにしました。しかし、学校の教師ではなく、 芸術家を目指したヨハネスにとっては、古巣に無理やりに引き戻されたようで、心は引き裂かれそうになっていました。学校の創造しさから逃れるため、時には静かなブリエンツコでボートを漕いで気持ちを鎮めていました。9月末からヨハネスは、ベルンの上級ゼミナールで代理教員を始めていましたが、10月初めになって、シュトゥットガルトからの手紙が届きます。この手紙は、 シュトゥットガルトにあるマイスター学生用のアトリエをヨハネスにも与えヘルツェル先生の指導を受けられるようにするという打診でした戦争が始まって以前に考えていたフランスのパリやスペインのトレドへの旅行はすでに諦めていたところです手紙に書いてあった提案のアトリエは広く明るくオスカーや他のマイスター学生もそこで活動していました シュトゥットガルトへの受け入れが可能になったことを知らされて、ヨハネスは、もう、いても立ってもいられません。すぐに、妹のマリーから300フランを借りて、再びシュトゥットガルトに行って、夢の続きを追いかけることにしました。11月になって、ヨハネスは、再び、ギルビヒ家の庭の小さな借家に入居することができました。しかし、シュトゥットガルトの町は、 足や腕を切断した兵士、負傷者や病み上がりの人々で溢れて混乱していました。この状況は青年ヨハネスにもかなりの衝撃を与え、自分自身も登場して混乱してしまいました。ある日、シュトゥットガルト駅に第一次世界大戦の西部戦線からの長い救護列車が到着しました。ヨハネスはたくさんの負傷者を降ろしていたところに居合わせます。 その光景を見てしまった青年は、もう何かせずにはいられなくなりました。このような緊急事態に、このまま、のんきに絵を描いていていいのだろうか。そして、前線の衛星兵に志願したいと奮い立ちました。ヨハネスの仲仲間のほとんどが、戦争に駆り出されている状況なのです。若くて、芸術の才能に溢れたヘルマン・シテンナーでさえも、志願兵として出征していました。 とにかく動かなくてはという気持ちになって、ヒゲ面のヨハネスは、みすぼらしい格好で、ついに軍事本部までやってきました。そこまで行ったのはいいのですが、自分に自信があるわけではありません。近づいてきた地位の高そうな人に、恥ずかしがりながら、衛生兵の志願についての可能性を聞いてみました。そんなことは、私たち自身でやります。私たちに、あなたは必要ありません。 きっぱりと断られてしまいました。これが、1914年11月のことです。ヨハネスの一時の迷いによるイサミヤシでした。そうして、王立美術アカデミーのアトリエ等に、ヨハネスは、綺麗で、大きなアトリエを与えられることになりました。暖房もよく効いていました。ヘルツェル先生の部屋からも、そう遠くはありません。ヨハネスは自由に描かせてもらい、時には、 ヘルツェル先生の作品制作を見せてもらっていました。ヨハネスの食事や住居の状況は昨年の冬とあまり変わらなかったのですが、この年の1月と2月の寒さはさらに厳しくなっていました。昨年もかなり厳しかったのですが、準備しておいたお金はもともと多くはありませんでしたので、残り少なくなっていきました。それでもなんとか節約しながら、 1914年から1915年にかけての冬にヨハネスが描いた主な絵は横たわる少女と夢見る詩人でした。春にはチューリップの絵。この頃にはヨハネスの落ち込んでいた気持ちも幾分か戻ってきていました。1915年の春、ある裕福な家族が芸術家のための食事サービスを始めました。その家の娘が調理して提供してくれるというのです。 これは、貧しい画家である、ヨハネスにとって、とても幸運なことでした。このサービスは、金色期の鹿の芸術館にあるホールで実施されており、そこに行くと、かなり安く、就職を取ることができました。それに、外国人としてのヨハネスにも、全く面倒なことはなく、他のドイツ人と同じように扱われていました。このサービスを受けていたヨハネスは、その場で、 一つ年上のフィンランド人のヘルゲ・リンドベルイと知り合います。ヘルゲはヘルシンキ市長の息子でした。上流階級の裕福な家庭に育ち、バイオリン奏者になる教育を受けていました。ヘルゲが19歳の頃、このまま甘やかされて育ったのではダメだと、ミュンヘン、そしてフィレンツェと旅して、声楽などのさらなる訓練をしていたそうです。ある年、 カーニバルの時期にミュンヘンにやってきて、チェロ奏者の娘と恋に落ち、その後結婚しています。それから、この2人は、フィレンツェで、幸せな生活を送っていたのですが、ヘルゲの父が、大きな負債を抱えたまま死亡し、帰国するように、連邦で知らされます。しかし、ヘルゲは帰国せずに、バリトン歌手のレコードを何枚か買って、蓄音機を使って、 独学学でも歌を学べるようにしましまた。そして、シュトゥットガルトの芸術工芸学校で教鞭をとっていた義兄を頼り、この地に移住してきたのです。家賃もなるべく、安いところを探したため、壁が全て斜めに切り取られた屋根裏部屋を借りて住んでいました。2メートルくらいもある長身の大男、ヘルゲは、それに慣れるのには苦労したようです。 ヘルゲの技師はマックス・フォン・パウエル教授率いるシュトゥットガルト音楽院のピアノ教師でした。この関係でヘルゲも徐々に何人かの学生を個人教授するようになったのですが経済的にはまだ十分ではありませんでした。したがってヘルゲは芸術家向けの食事サービスに来なければならない状態だったのです。しかしヘルゲは自分が貧しいことについて ヨハネスに語ったことは一度もありませんでした。プライドがあり、上品でしっかりした紳士だったのです。ヘルゲは、シュトゥットガルトのドンファンだな。ヨハネスは、そう思うこともありました。ヘルゲは、気に入った女性に無視されるのが嫌で、そうなると、とても積極的な行動に出るのです。これまでのヨハネスの周りにはいなかった、全く新しいタイプの人間でした。 ヨハネスは、このヘルゲと話が合い、とても仲良くなりました。そうして、ヨハネスは、彼から、多くのことを学びます。ヨハネス、なんだ、その格好は。その日、ヘルゲは、ヨハネスが、人の目を気にしないで着ているいつもの服装に、少しイラついていました。よし、教えてやろう。ヨハネス、こうするんだ。ケニヒドの最初の下手屋に 一番いい英国製のホームスパンの生地でスーツを作らせ、そこで全額支払ってくるんだ。いいかい。え、え、そんな。火の打ちどころのないスーツやシャツを着ていれば、昼でも夜でもどこにだって行けるんだ。でも、そんなスーツにお金を使うことはできないな。君がだらしない格好で行ったら、誰も君と一緒にいようと思わなくなるよ。最初は、 冗談だと思っていたヨハネスも、なんだか、ヘルゲの忠告と、親切心に嘘はないように感じてきました。自分の見た目のことなど、ヨハネスが、これまで考えもしなかったことでした。芸術家のための食事の提供で、少しは節約もできていましたので、手持ちのお金はありました。悩んだ末、ついに決心して言われた通りに実行したのです。後日、ヨハネスは、 出来上がったばかりのスーツを着てみました。そして、鏡を見て驚いています。そこには、一人の立派な紳士が映っているからです。これが自分なのです。ヨハネスには、何とも不思議な魔法のように感じられました。ヨハネス、次は、そのうっそうとした髪の毛と髭だよ。え。ヨハネスは、ヘルゲの指示に従って、髪の毛も髭も剃って、首から上は、 全てツルツルになりました。ここで、ヨハネスは、見た目からも生まれ変わったのです。ヨハネスに文化がもたらされた、僧侶のようではないか、と、周囲のみんなは笑って、ヨハネスの新たな風貌を快く受け入れました。ヨハネスは、よく会うようになったヘルゲが、バッハ、ヘンデル、モーツァルトのアリアを歌うのを聞いては楽しんでいました。ある日曜日、ヘルゲは、 ちょうど訪ねてきたピアノ教師の技師に相談します。一点が言うのだけど、コンサートでバッハやモーツァルトのアリアを歌うものいいんじゃないかって。音楽教師はその無邪気さに笑ってしまいました。当時の音楽院でバッハは練習に向いているものとされ、コンサートで歌われるような曲ではないと思われていたのです。それでもヨハネスとヘルゲは、 この可能性についてよく語り合っていました。そして、ついに、1915年11月、ヘルゲは、バッハとモーツァルトのアリアを歌う最初のコンサートを開催することになりました。そして、これは、まさに大成功となります。誇らしい出来事でした。ある時、ヨハネスは、ヨガのように体を動かしながら行うマスダスナンの呼吸法をヘルゲに紹介しました。 ヘルゲは、この訓練をやりながら、健康に恵まれたバリトン歌手に育っていったそうです。走行するうちに、オスカー・シュレンマーが、休暇からシュトゥットガルトに戻ってきました。前線勤務の戦地で、騎兵の射撃を目にして心を痛めていたため、自然に触れて癒す時間が必要だったのです。はい、はい。そうだ、そうだ。はい、そうだ。その頃は、まだ、 オスカーの返事は、そもそも打つ状態のままで、ヨハネスが話しかけても、自分のことを話そうとはしませんでした。ヨハネスは、アトリエにオルガンを置いてもらっていましたので、無口なオスカーに、バッハの曲を弾いて聞かせました。その後も、ヨハネスのアトリエで、二人は、お互いの作品について語りながら過ごしていました。ヨハネスとオスカーは、二人ともスキンヘッド。 アトリエに2人でいる光景は、異様で滑稽な雰囲気でした。それでも、この2人は、真面目に芸術を語っていたのです。1915年の夏に、ヨハネスが、情け深いサマリア人と題した大きめの油絵を描いてから、その後は、幾何学的な抽象画を多く試みるようになりました。これには、ヘルツェル先生も興味を示しています。そうだ。うん、進めて。 進めて。先生は、この方向で、ヨハネス独自の表現をもっと極めていくように促していました。ヨハネスは、秋になって、ブリーデン通りにある家屋の、地下室にある空間を、住居兼アトリエとして借りることにしました。この場所は、実は、ヘルマン・シテンナーが、かつて使っていたのですが、すでに1年近く前に、東部戦線で戦死してしまいました。この頃。 画家ヨハネスの絵は、1枚180マルクで売れるようになっていました。さらに、あちこちで絵を教えるようにもなっており、この家賃は、ヨハネスも十分払えるようになっていたのです。しかし、これまでとてもお世話になっていた恩人、ギルビッヒ夫人の元を離れるのは、ヨハネスにとっても、やはり辛いものでした。これまで本当にありがとうございました。また、いつでも会いに来ることはできますので、 はい、またいらしてくださいね。ギルビッヒ夫人は、笑顔で涙を流しながら、ヨハネスを見送ってくれました。それを見てしまうと、ヨハネスにも熱いものがこみ上げてきます。しかし、ヨハネスには全身あるのみなのです。芸術家としての活躍が約束されていたのに、戦争の犠牲者になってしまった若きヘルマンの意志も継ぐのです。